さあ皆さん、法学部行ってみたいと思います。小泉講師が分かりやすく説明しますからね。さあ皆さん、今日の全体像でございます。まずは括弧1番長文読解。まずは、あ、他の大学にもあるような内容一致問題や下線部説明ですね。それは他の大学の対策動画、もしくは早稲田の中でいうと法学部以外の学部ですね。それの対策動画で扱っておりますので、まあ、せっかく法学部の対策動画をご覧いただくということは、法学部ならではのあの内容一致問題ですね。もちろんそれはスポーツ科学部や国際教育学部と同じ形式の内容一致問題でございます。で、どうしても構えてしまう方いらっしゃるかと思います。もしくは初めて解く方は難しそうと思ってしまうのはまあよくわかるんですが、レベルは標準ですので、そんなに構えなくても大丈夫だと思いますよ。そしてその解説講義が終わったらこれでございます。今後の勉強法ですね。まあ、文法問題とか整合問題は昔からの定番ですが、政治問題、並び替え問題も出題されております。で、皆さん自由英作文ですね、これに対する苦手意識を持っている方結構いらっしゃるかと思いますが、この3年分に関してコメントしますので、なんとか光が見えてくるんじゃないかなと考えております。ですから、昔から法学部はですね、まあ、中には難しい問題も入ってるんですが、この標準レベルが大部分を占めておりますので、英語に関してはできて当然、皆さんそういう中で戦うかと思います。ですから今からの解説講義でそのレベルを体感していただきたいですね。で、特に自由英作文に関しては動画の後半で喋りますので、最後までよろしくお願いします。さあ皆さん、行ってみたいと思います。皆さんご存知かと思いますが、設問の指示を一読お願いします。さあ皆さん、第一段落でございます。で、これを一読していただいた後、選択肢検討していただくんですが、選択肢は A から K まで11個ありますからね。で、皆さん、画面にちょっと全部は入らないので、まずはこちらの前半部分を見ていただいております。で、皆さん、この第一段落と内容が合致するものを一つ選んでいただけるとよろしいかと思います。で、おそらく皆さんですね、第一段落を全部通読した後、選択肢の A から検討を始めたかと思います。で、気づいている方もいらっしゃるんですが、選択肢が10個以上あってですね、で、この第一段落に合致する正解、それが選択肢の A とか B とかから出るか。で、おそらく皆さん、これはですね、皆さんが問題を作る側に立ってみるとですね、第一段落の正解が選択肢 A とか B から出たとしたら、受験生はラッキーと思いますよね。で、問題作る側としたら、受験生に焦っていただきたいと、そういう意図が裏にあるんですね。ですから、第一段落の正解がこの前半から出るようなことは多分しないはずなんですね。で、ちなみにさ、答え、正解はどこから出すのか、そこでおすすめしたいのが、前半ではなく真ん中から後半、つまり選択肢が11個あったら、だいたい4つ目5つ目ぐらい、そこから検討した方が答えを見つける可能性が高まりますね。つまり正解を真ん中あたりから後半に忍ばせておくと、受験生は焦ってくれるので、問題を作る側としたら成功と。選択肢の A、B あたりから検討するんではなく、選択肢の D あたりから後半にかけてみた方が早いですね。で、おそらく皆さんヒントにしたのはこのあたりですよね。筆者はいくつかの刑務所を訪れたい、訪問したい話がここに書いてあってですね。で、あの選択肢の中に同じような内容が書いてますよね。もちろん正解は E ですよね。皆さん、フィンランドの刑務所を訪れたかったとしっかり書いておりますので、こちらと合致しますよね。ですから正解は E ということでよろしいかと思います。で、皆さん、第2段落でございます。一読をしていただいた後、今見えてる選択肢の検討をお願いします。で、おそらく皆さん正解が見つからなかったかと思いますので、皆さん後半ですね、こちらの検討をお願いします。で、おそらく皆さんこの三角括弧でくくったところですね、それとつながる選択肢が見つかってますよね。で、あと皆さん文末のこのあたりですよね、そこと言い換え可能な選択肢と言われたら、もちろん愛ですよね。まず皆さん、愛の前半部分ですが、physical environment。まあ確かにこのあたりと言い換え可能そうですね。で、あと皆さん、この文末の animals ということで、動物の話はこのあたりですね。
ですから言い換え可能でございますので、正解は I ということでよろしいかと思います。さあ、続いて第3段落でございます。今見えてる A と B ですね。まずはこちらの検討をお願いします。で、おそらく正解は出ていないかと思います。ですので、選択肢をもう少したくさん見えるように加工しますね。で、皆さん、選択肢をちょっと上に上げました。つまり、第3段落、この見えてる前半部分ですね。もう、このタイミングで答えが出るかと思いますので、これ皆さん、検討をお願いいたします。皆さん、まず一つ目のヒントがこのあたりですよね。で、皆さん、具体的な人物がここから展開されてますよね。で、皆さんも気づいているかと思いますが、皆さん、出会った人、お話をした人ですね。その人たちのお話が具体的に明示されておりますので、選択肢の F のこのあたりと合致しますよね。ですから正解は F ということでよろしいかと思います。それでは続いて第4段落でございます。まずは選択肢の A から D ですね。こちらの検討をお願いします。これはヒントはこのあたりでいけそうですね。で、皆さん見ての通り、このジェフ・スミスさんがですね、こう最後まで展開されているわけですから、正解は C ですよね。こちらにジェフ・スミスさんの話がございますので、問題なく C が正解ということでよろしいかと思います。サミさん、お疲れ様でございました。今から法学部の講義を言ってみたいと思います。田辺さん、早稲田の全体的な勉強法ですね。大前提となっている勉強法に関する動画はすでに撮影済みでございます。で、まだご覧になっていない方ですね。そちらに関するリンク先は概要欄に貼っ付けておきますので、この後お時間よろしければご視聴くださいね。さあ、括弧1番長文。今日の形式。そうです。法学部ならではの内容1問題は、スポーツ科学部や国際教養学部と同じ形式ですので、練習に持ってこいですね。そして選択肢が今日は11本。まあ大概10本以上の選択肢に並びますよね。まあどちらの学部も選択肢多いですね。田辺さん、作りは同じですので、今日やっていただいた通り、第1段落の正解は中盤から後半ですね。そこの選択肢から正解が見つかる可能性が極めて高いですからね。ですから第1段落にまつわる正解、それが前半の選択肢から出るってことはあんまり考えられませんからね。そして括弧1、今日の形式以外の設問形式は、社会科学部でも練習していただきたいですね。まあ、概ね法学部よりもレベルが高いので、社学で練習していると法学部はあら簡単という感じになる可能性が高いですね。そして、括弧2、文法問題、それは前置詞問題も含めて、これは矢田とスタディの動画の中にある字待ち、そして総計上智の文法対策動画。で、ここでも賄えますので、ぜひ活用していただきたいですね。そして、括弧3番、正誤問題。法学部は標準問題が多いんですが、まあ、やや難問題も混じっておりますので、スポーツ科学部、そして社会科学部ですね。まあ、正誤問題難しいですよね。そこで練習してると、やっぱり法学部は簡単と感じれる可能性が高まりますからね。そして4番、正常問題。これも、やだっちょスタディの動画の中で、並び替え、正常問題の対策動画。これを扱っておりますので、ぜひ使っていただきたいです。そして、括弧5番、英作文。特に最近は絵を見て回答を書かせる、そういう問題傾向になっております。で、当然題材は毎年毎年違うので、まあ、これは困ったと思う方いらっしゃると思います。田辺さん、基本になってくるのはこれでございますので、そんなに心配はいらないかと思いますよ。例えば2020年度に出題された問題、皆さんはどう考えるのか。で、画面をそちらに切り替えますので、ちょっと考えていただけますか。どうでしょう、子どもの遊びに関するお話ですよね。で、皆さん、それを対比を意識して書く、こういう軸を持ってれば、なんか構想は練りやすくないですかね。もう分かりましたね。子どもの遊びに対して、本来公園で遊ぶはずなのに、まあ一昔前はそうでしたね。それがスマートフォンやタブレットを用いてですね、 SNS 上で遊んでると、だから公園が空っぽなんですね。ですから、まさに対比の関係ですよね。つまり公園で遊ぶのではなく、SNS の画面上で遊ぶと。まさに対比。これが1年前の2019年度でも、その絵の中に男性と女性がおりまして、で、とある光景を見ているんですが、女性はその光景をリラックスしながら見ている。一方、男性はその光景に対して内心ドキドキしながら見ている。つまり対比の関係。で、2018年には絵の問題はなかったんですが、2017年にはやっぱり絵の問題。まあ、グラフの問題なんですが、先進国と途上国の人口増加に関するネタなんですね。で、先進国の人口増加は安定している、一方途上国は増加が止まらないという感じで、やっぱり対比の関係なんですね。ですから、これが2021年2022年、
もう何が来ても大丈夫ですね。基本は対比。でさ、これを知ってるとですね、与えられた絵を見て、なんて描こうかな、と考えてる時間を短縮できますからね。時間と労力の節約になります。ですので、参考になさってくださいね。さあ、スクリーンショットをする方は、どうぞ。ということで、朝に向かって、頑張りましょう。